ゴダード宇宙飛行センターの航空写真ゴダード宇宙飛行センターはアメリカ合衆国メリーランド州グリーンベルトに位置する NASA の衛星の完成、通信に関するフィールドセンターである。センターの名前は近代ロケット推進の父であるロバート・ゴダードに由来しており、1959年5月1日に NASA で最初の宇宙飛行センターとして設立された。 コダード宇宙飛行センターは、ハップル宇宙望遠鏡、エクスプローラー計画、ディスカバリー計画、地球観測システム、インテグラル、双方、クスト、スウィフトを含む、地球、太陽系、銀河に関する、NASA の多くのミッションや、国際共同ミッションを管理している。終了したミッションとしては、コンプトンガンマ線観測衛星、クグロ、SMM、COBE、 いいえ、ローゼットのミッションを担当していた。一般的に、無人の地球観測ミッションと、地球軌道上の観測衛星は、GSFC が管理し、無人の惑星探査ミッションは、ジェット推進研究所が管理している。コダード宇宙飛行センターは、グリーンベルト以外に設置されている以下の3カ所の外部施設を運用している。また、GSFC は、 ニューメキシコ州のホワイトサンズ複合施設の管理も行っている。ここはホワイトサンズ試験施設の一部としてジョンソン宇宙センターが所有しているが管理は GSFC が行っている。